僕だけの話だけどさ、私、実は第三部隊に移動の話が出てるんだよね。え、そんな重要な話今よ。そんでさ、多分次は隊長だよね、確実に。だから今のうちに部下になる人たちに上下関係を分からせないといけないよなって。第三部隊の副隊長は誰か決めてるの？いやの、そもそもどんなイカれた連中がいるか知らないしね。でも私の代わりに手足となって仕事してくれる人がいいかな。持ち弱いのは論外。お見出の手にはいなかった教員先輩が隊長って。副隊長に選ばれた人と思いだよね。というか遅いな。仮にも第一部隊の副隊長来てるのになんで誰一人さっさと来ないの。もう、そういえば第三部隊といえば、もう一人のお兄がいたよね。元気かな。どうも、お待たせしてしまって。どもっす、うちの弟と妹がお世話になってます。誰の弟と妹？ニートロフ家の長男です。エミル、ニートロフ。弟は嘘、妹は真実、私は現実を尊重しています。兄弟揃って全員防衛軍なんだね。何？もしかしてニートロフって由緒正しい名家？昔パパとおじいちゃんが防衛軍隊長や艦長の経験があったのは知ってるけど。ってことはこの人も優秀なわけ？弟みたいに即隊長になったり、妹みたいに情報に特化したような長所はないよ。選抜合格できたところで運が尽きたって感じだね。確かに、なんか個性がないというか、地味というか。うん、地味だね、地味。要件は天の絵隊長とラジウス副隊長の住所でしたか。ああ、話の流れを変えるのも地味だ。どうせ話変えるなら思い切りぶった切って欲しかったやつ。理論、第四部隊ではうまくやっているかい。兄として心配だ。もし春みたいに何か犯罪に手を染めてしまったらと思うと。鬼は何か理由があったんだと思うよ。大鬼だって鬼の昇進ものっぷり知ってるでしょ。とりあえず調べてくるよ。ほんの少しだからここで待っててくれ。あの流れでまた話切るの？会話成立してる。大丈夫。大鬼はいつもだよ。自分の話したいことが言えたらもうその話に興味ないんだよ。大鬼にとって大事なのは嘘でも真実でもなく、目の前の現実だからね。追求する。つまり会話をする必要性があまりないんだと思う。ただのコミュ障じゃん。ダメだよ。ちゃんと相手の話も聞いてあげないと。ケイン先輩も別の意味で人の話聞いてないけどね。でもさすがは天の絵隊長だったね。ダミーの住所を何十箇所も作ってたなんてね。悔しいよね。本当は私だけの力でたどり着きたかったよ。ふい、したかった。使えるルーツは使ってこそだよ。住所分かったら理論はずっと近くの監視カメラと接続して監視ね。それで自宅を訪問して天の絵隊長とラディウスの情報をすっぱ抜く。父姉妹がパパの情報とラディウスの情報を狙ってるわけだし、こっちはラディウス、あとは月下ちゃんの案件で天の絵隊長の住所が分かればよし。理論もファン野郎ばかりに気を取られてたら騙されるよ。ついでくらいでいいんだよ。あいつ不意までは想定できないし。うむ。お待たせ、取ってきたよ。これ、貴重品だからここで覚えて帰ってくれ。持ち出し現金なんだ。もう取ったよ。ありがとうだよ、兄。ブイ。エミル、君今まで一度も WCDT に出てないよね。選抜合格したくせに弱いの。いえ、別に無理して出る必要もないからね。すごい役職があるわけじゃないしさ。申請だけ出していつも長期休暇もらってる。なるほどなるほど。大会出場申請だけ出しておけばあとは自由なわけだしね。役職者の特権をしっかり使ってるわけだ。数ヶ月後が楽しみだね。どれだけ身勝手に立ち回れるか楽しみだ。さて、自分の仕事に戻ろうかな。ふーん、職場から近いと思ってたんだけどまさか職場から100キロ離れた場所に家があるとは。天の絵隊長ならこの距離でもまだ近い判定だったんだろうな。納期にも考えることはわからんね。どう？情報の信憑性は高そう。うん、数ヶ月までのデータを近辺で集めたけど痕跡あるね。間違いなくこの建物の一室が天の絵隊長の家だね。よっしゃ、楽勝。これで長寿の方は完璧。あとはラディのところだ。ユニボンだらけなのは想定してるけど他に何かあるのかね。なんだろう。この二人。ふざけるなよ。BL 本のために何往復させるつもりだよ。だって、預かり先が見つかったのよ。そりゃあ全部大事なんだから預けるでしょ。あと一週間はこの作業よ。待ちすぎだろ。電子データにしとけよ。あなただって喜びなさい。この私と同じ屋根の下で寝泊まりできるのだから。見た目だけ若くなったババアに興味ない。何か言ったか、小僧。すみません、言い過ぎました。今は若いです。心も若いです。ああ、全部すごく若い。これは、黄金鏡の活動に必要なことなのよ。あんただって持ち運んでおきたいものあるでしょ、ファル。あなたのことよ、ファル。ああ、僕か、全然馴染めないんだよな、その名前。よっしゃ、第7の拠点の私物も回収したし次は最後の拠点よ。そこで私物を回収したら次はファルのところに行くわよ。なんだけ拠点持ってんだよ、ステラ。どうしたんだい？恋人欲しい？って言ってすぐに目の前で虫が交尾している現場を見て悲しくなっているような顔してさ。絶妙にわからない例えやめてくださいよ。あとじゃないけど、せっかちゃんが言ってたもう一人の行方不明者、ステラが見つかったかもしれない。
いやー、マジか、虫の講義してる最中に鳥がパクって食べたくらい驚きの展開。あ、その例えの結末それなんですね。だけど続きがあって、ステラと一緒におそらく声からして断定、アルと名乗る人が一緒にいた。アル？その後にドラがついてそうな名前だね。うん、でも体格的に他の映像で見たそのパトって人とも特徴が被る点があるから断言はできないんだよね。なるほどね、ドラかもしれない、人とかもしれない、それか別の男、これはドロドロしてそうですな。早速引き姉妹に連絡して集まるとしようか、次の目的地とかわかる？調べるよ、それらしい証言はしてたし、痕跡を追えば今日中に二人の居場所を特定することも容易だよ。え？やったー、確変大当たりじゃー。でもあの喋り方、鬼臭いんだよね。いろいろありがとうございました。また会うときは敵としてかもしれないけど。そうだね、記憶を預かって戻したとしても、混乱させられてる、ってなるだろうしね。でもさっき言ったことは真実です。あとは二人に任せます。どうか主様たちをお願いしますね。結局ソフィアさんの推理が正しかったわけだ。トトとメリアさんはこの星にいない。気配が消えたのではなく、星外に向かっていった。そこまでの証拠が得られてしまった以上、信じるしかない。安心して大丈夫。メリア様を連れて行った人とパト様を連れて行った人、二人とも私は知っているから。メリア様は帝王神メルトリア様、そしてパト様は専属神アリシア様です。アリシア様なら信用できます。きっと要件が済めばセッカ様たちのところに帰ってきます。待ちましょう。安否はともかく、メリアちゃんが認めた専属神のナンバー2なんでしょ。信じましょう。きっとアリシアという人もセッカたち専属神の存在を知らなかったからパトだけを連れて行ったのかもしれないじゃない。そうです。それに今はパト様やメリア様に代わってユーレカ帝国を統括しています。すごいお方です。わかった、待つとするわ。それじゃあまた。パト様はアリシア様に保護された。なら私が地球にいる理由はなくなった。頃合いを見てこの組織から離れても良さそうね。だって、彼を殺害する準備をしようか。現状のままだと誰が来ても勝つのは難しいですからね。知っている私が対処しましょう。何年かけてでも。はぁ、やっぱりおとなしく宿にいればよかったかな。そうね、でもソフィアちゃんの説が証明された。それだけでも十分だわ。パトの行き先とか連れて行った犯人もわかったし、用も済んだし明日日本に帰るか。シェインさんか、あっちで何か進展あったのかな。さあね、こっちの用は済んだし、もういいんじゃないかな。はい、なんでござんしょ。大丈夫だよ、フィロンがやったよ。ステラって名乗る金髪で切っちゃって、黄色のフードとヘンテコな黄色の仮面をつけた交換機カメラの履歴で見つけたんだけど、探し人で会ってる。それだよ、その人だよ。正解、大正解、イギリスにいたの。うん、なんかパリって名乗る男と一緒に行動していて、今は監視カメラの履歴を使って後を追ってる。明日には居場所も特定できそうだけどどうする？そうしましょう。まだイギリスに滞在しているなら慌てる必要はないわ。証言だとあと1週間はいるみたいだからそこも大丈夫。なら明日早朝に集合場所を送るからそこに集合ね。了解、さすが防衛軍、仕事が早かったわね。こっちも欲しい情報は全部手に入ったよ。ステラの件が済めば私たちの要件は終わりかな。ステラに会えばファルドラの件もわかるだろうし、そこまで行けばフィロンちゃんの目的も達成でシェインさんの目的も達成。明日頑張るよ、目的達成のために。久しぶりに主様を見ましたけど、まさかあんな今まで見たことないようなことになっているとは、メリア様が羨ましい。今の主様ならお世話もできるし、尽くすこともできる。しかも以前と比べてすごく他人に興味を持ってくれる。でもさすがアリシア様、まさか帝王神の気配を追ってアルジ様を見つけるとは、効率と発想の良さには頭が上がりませんね。ラルネイ様元気かな？相変わらず部下に対してツンツンしてるのかな？ソルテ様、相変わらず事なかれ主義なのかな？私もそうだから意見は合うんだけど、ちょっとは先行部隊の総長らしくなってるといいな。あ、寂しくなってきた。帰りたい。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。
また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。